上から、イエーガーサクッ、お、かっこいい、おー、いや、これよ、これ。はい、どうも、ザネダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW3、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介したのが、ウォーキングデッドコラボ第2弾が来たということで、正直その第1弾は、あんまり触れてないというか、シーズン2のローンストね、同時に来たので、まあ、ちょっと新武器だとかね、まあ、そういうモッドだとか紹介してて忙しくて、触れられなかったんですけど、一応こちらね、主人公のリックだとか、あと、多分これもウォーキングデッドコラボ関係だと思うんですけど、リボルバーでね、リックが使ってるやつかな。ちょっとま、形こんなんだっけなって感じしますが、まあ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 、一応多分コンセプト的にはね、ウォーキングデッドのリボルバーを意識してるんじゃないかなということで、これが一応まあ第一弾で来てましたよと。あとまあそれ以外もウォーキングデッド関係なしでゾンビスキンだとかね、ゾンビのこういうなんだろう、オペレーター系のこのとどめの一撃とかあったりとかしたんで、まあゾンビシーズンって感じだったんですが、はい、こちらですね、改めて第2弾でミッションが追加されております。死者に立ち向かえ、ミッションオペレーターはデス&ディケイ、栄光弾、ミッション用の特殊欠損表現、一部、表現規制があります。まあ日本だと無理かな。石像3つ含みますよということで、はい、こちら 2400CP で、ウォーキングデッドのミッションが使えるみたいです。まあ、こっちのさ、ヘッダーっていうのかな、こっちのサムネイルだったら、こんな顔だっけってなるんやけど、まあ、こっちの方でこうやって見たら、かなり原作再現度合い高いですよね。ちょっと顔ふっくらしてるかなって感じだけど、かなりね、再現度高いですよね。まあ、一応私はウォーキングデッドはシーズン10かシーズン11ぐらいまで見てたはずなんで、そこそこ語れるはずなんですが、とにかくね、ウォーキングデッド長いんですよ、本当に。だからさ、これ見てほら、リックって、もう少しかな？信じてみて。もう少しでいいのかな、これ。これなんか元ネタあるんかな？これ多分娘だよね。この帽子かぶってる方。まあ、ウォーキングデッド見てるしか、一人しかわかんないけど、多分娘ちゃんですよね、これ。個人的にカール結構好きだったんだけどな。ということで、一応武器が MTZ じゃなくて MCW の方か。まあ、ゾンビ感ありますね。で、このテーピングだとかが、この、なんだろう。まあ、日本刀モチーフになってますね。これがまあ、ミッション風という感じでしょうか。で、なぜかロングボウ。まあ、これウッドのグリップちょっとありがたいな。ね。で、ストックもちょっとサムライフになっていると。で、ミッションの、武器として、こちら日本刀ということでね。まあ、普通に日本刀で来るかなと思ったんですけど、デュアル小立ちとして追加されてますね。新武器ではなく、デュアル小立ちと。なんかまあ、一応次シーズンとかシーズン 2.5 で、西洋のね、剣が追加されるらしいんですが、まあ、それをちょっと日本刀コンセプトにできてもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、一応ね、小立ちということで、二刀流ですね。で、とどめ一撃もあるんで、このチャームあれじゃん。ウォーキングデッド見てる人一人しかわかんないけど、ミッションがね、登場した時に、初登場の時にこの腕なしゾンビ引き連れてて、でこのウォーキングデッドの世界のゾンビってなんか腐敗臭だとかその匂いも感じ取るから、こういうなんかゾンビを引き連れて歩いてると、まあ他のゾンビに巡り合わないよみたいな感じだった気がするわ。だから腕切ってるんよね。これミッションらしい感じですね。原作再現がすごいということで、早速購入していきましょう。 2400CP で購入、金がない。はい、ということで、12500最大ポイントを課金していきます。さあ購入していきましょう。なんでこれミッションコルタックな、おかしくね？ねえ、だって、スペックグルーでリックあるわけじゃん。なんでこれ別陣営にしたんやろね。死者と戦い、聖者を恐れよ。一生、この声じゃないよな、多分。ちょっと僕、吹き替えの方見てないんですよ。字幕がね、一番最初に追加されるから、リリースされるから、ちょっとね、字幕で見てたんで、日本語吹きがわかんないですけど、まあ一応ね、海外の英語の方は本人が音声してる。ぽいみたいな記事を見たよ。ということで、まずはこちらとなっております。ウォーキングデッド。まあ普通ですね。まあ特にまあコンセプト通りというか、まあまあ世界観あってていいんじゃないかなぐらいしか感想は出てきませんよと。で、覗くとこんな感じ。撃つと？あー、なんか栄光弾ついてるね。てかなんでこの赤色なんやろ？ね。はい。てかさ、これ。なんかキーンと音鳴ってるよね。ほら。なんでやろうね、これ。そして、これがまあ、お目当てのデュアル小立ち。シャキーン眺めていくと。はい、こんな感じですね。ウォーキングデッド、イェーイ。YouTube で公式 PV が上がってるんですけど、このミッションの追加。めちゃくちゃね、コンセプト通りで、ミッションがこのゾンビを使ってね、誘導してるシーンとかも結構原作であったりとかするんで、まあ、ぜひね、ウォーキングデッドファンは YouTube の公式のやつも見てみてください。やっていきましょう。さあ、では早速、こちら、ターミナルのフリーフォールやっていきたいと思います。ということで、今回こちらフリーフォーなので、ラスト1キル自分が調整できますので、ミッションのとどめの一撃ですね。なんかまあ、こう、大きい刀でどうやらキル
ールしてくれるっぽいから、まあそれが唯一見れるね、とどめ地域ということで。いや、個人的にやっぱね、この小立ちじゃなくてね、シーズン 2.5 で実装される大きな剣で、ミショーンのね、大きい日本刀が見たいっていうロマンさはあったんですが、いやー、どうしてどうしてって感じですよね。いや、日本コラボしてほしいよな、早く。ね、日本刀海外の人好きやね、日本人の、なんかそういう日本文化好きや寿司とか、ね、日本刀とか、愛されてるや日本。ふっ。オッケー。好きやからさ、ちょっと早くバンドルとかでね、日本刀とかやってほしいんやけど、なかなかどうしてまだないと。デュアルコダチの時は結構盛り上がったんですけどね。上から、イエーガー、サクッ！お！かっこいい！おー、いや、これよ、これ。いや、このかっこいいさ、サムライアクションがしたいんですよ、我々は。早く。早くしたいんですけど、追加いつですか？っていう話ですよね。登ってくるよな、これ。はい、登ってきたんで、これ抜くじゃん。からの、奥入れ。いや、スナイパー！いや、けど抜ける MCW ならね。そう、MCW ならね。いや、マスターおるな、これ。このマスターのやつしばきたいけど、待って、こっちからいるから、こう見ていくじゃん。うん！はい、オッケー、ナイス。と見せかけてまだいるから、こう。オッケー、気持ちいい。ま、やばそう。逃げる。ナイス、逃げ。気持ちいい。からの、はい、ここで角待ちナイパー。カモン。詰めてこいよ。来ない。来ないか。どっちか来るかな。そこはいらっしゃらないか。上いるね、これ。上をしばきに来たいが、いけるかな。いやー、難しいライン。ここで、はい、デコイオンライン。はい。これをデコイ出すことによって、これ赤点がね、ちょっと出るんで。はい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 。ねえ、味方ってか敵よ、お前。何かも来てるよ。デコイはなくなった。いるな、そこ。いる。ほい。ほい。ねえ、伸びー！てか、振り押せー！いや、振り早いか？早い方か？空を切る。シュン、シュン。走れ、ミッション。いた。これは普通に AR でしばくじゃん。うん。いるんで。はい、しっかりとヘッドライン意識したなって思ったけど、ちょっと待って。後ろ湧いてるわ。湧いてるから、こっちいないこと確認してこう。いない。いた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 。おーい。残り9発いけるか、俺。いや、これは日本刀案件。すっ！ちょ、伸びが悪すぎる！ちょ、日本刀が下手なんか、俺。頼むぞ、デュアル子たち。いるね。抜く。で、味方来てない。あぶれ！クラスター出しといて、はい。いやー、後ろー！どっから撃ってきた、あいつ。指出すじゃん。こっちがやっぱ脇ポイントとして正解っぽいな。なんでやねん！いるな、そこに。これは、ちょっとこれで裁かせていただいて、後ろが来るから、こう！ふっ！ふっ！オーケー！伸び微妙！いや、できれば一撃で決めたいんだけどなー。デュアルコーナーってこんな難しかったっけ？はい、また後ろで湧いてる。ありがとうございます。はい。ちょ、ナイス、ナイス、ナイス。からの、これ持っていく。気持ちいい。さあ、ではちょっとそろそろセントリー出して、点差決めていきたいっすね。はい。遠隔タレント出させてくれ！もう一回遠隔タレント出しに行こう。頼む、撃たないでくれ。撃たないでくれ。撃たないでくれ！おー、マジで。あそこさ、フリフォロー激戦区すぎるよな。ね。は？なんだお前。来いよ。いやーもうだから振ったじゃん俺日本刀タイミングバッチリやのにさマジで日本刀これデュアルコダチ微妙じゃね俺の立ち回りが微妙なだけデュアルコダチってナイファーとしてもしや弱い微妙説ありますかはいなんか戦闘に出そうとしてたところこれオーケー切るよし慣れてきたよカランビットにも勝っていくんで来いよ指出していきましょう指オンラインで奥いますねはい、セントに出そうとしてるんですが、おー、後ろ！いやー、ちょっとあの遠隔タレント早めに壊しに行かなあかんなー。そこいるの分かってるんで。ちょ、俺のクラスター前まだ残ってるんかーい。ただ、撃たんとってな。クラスターで縛いた後やから。やらんとって。あ、おる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 。いや、もうセントに出してる暇がねえんやけど。はははははは。もう、一回周りのクリアリングするか。こう行って、こう行って、これやるじゃん。後ろクリアリングするじゃん。来てないこと確認。おったーし、もうどっちもおるし、もう、ここのセントに置かせて早く。ねえ。ちょ、マジでセントに全然置けへんな。上おるね。はい、こう行って、この赤点で、はい、行ってるやつが、はい、こうです。からの、後ろいるかもしれんけど、俺は置く。このセントリー最強。よし。いや、やっと受けたよ、マジで。なかった。遠隔ターレットがダウン。は？遠隔ターレットダウン？嘘だろ？ナイファー危ねえ。やめて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 。はい、イエーガー。テレテレって、テレテレって。さあ、指出して。赤点どっちで映るかな？後ろではいない。お！ゴースト危ねえ。はい。ここでデコイ出す。これをデコイ出すことによって、ここの赤点で、はい。デコイ騙されるんですねー。そして、これも、ダブルキルです。オッケー、素晴らしい。いや、セントリー2周目したけどなぁ。もうなんか、今これでセントリー出したら多分、あれなんよね。29キル目で、歯止めが効かなくなる可能性があるんで、しっかりと、はい、ストップしておきながら、いる。はい、いや、クラスターここら、ちょっと壊すか、これ。あと、2キルぐらいか。もう俺10でキルしたら、これクラスター、やばい気がするけど。いやー、ちょっと待って、これ、クラスターやばいわ。クラスター破壊しよう。クラスター作業、破壊作業。ほい。ちょっと待って。味方、敵さん。降りてきていいよ。降りてきて、敵さん。降りてきて、このクラスター壊してくれ。あ、いいね。破壊。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。いいね。クラスター残り1個残ってるから。
これも壊すじゃん。うん、いやー、これまだ残ってるよ。オッケーオッケーオッケー、これで全部壊した。オッケー。まさか自分でクラスター除去しないといけないとは。奥おったら、行ったふりして戻っていくスタイル。は？後ろおるな。これはナイファー。うわあー、ブレイクラスター1個残ってた。これで隣に突撃やろ。これでいける。よっしゃ、来た。サクッ。よっしゃー。いや、予想通りというかね、予定通り、ラスケル。隣に突撃できました。気持ちいい。まあ、本来は多分グロ描写で多分頭とかパッカー行くと思うんですけど、まあまあ日本ではこんな感じですよということで、サクッ。実際このギアとかさ、ヘッドギアとかさ、ね、日本刀で裂けるんかな。まあそんな形でね、ちょっと今回ナメプというか、見せプみたいな感じになりましたが、まあ非常に MCW は使いやすいですし、ちょっとロングボ使ってないかわかんないけど、まあ武器としてはまあ悪くないんじゃないかなと思います。まあなんといってもね、この日本刀、大きな日本刀でね、サクサクっと切れるのはこのミッションのとどめ地域だけですから、はい、そういったところぜひね、侍魂がある方はぜひこちらのバンドル購入してみてください。はい、ということで、これからはですね、コールオブデューティー MW2 だとか、MW3 に関する動画ですね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。